はい。皆さん、とうとうこんなことが起きました。もう世も末、教育の敗北、地域社会のね、断絶、断絶、とうでもね、あんまり言い慣れないこと言ってもダメなんだけど、何が言いたいか言ったガキが闇バイトート中高生がね、関東の、茨城、千葉のね、顔を知らない、面識がない3人が、800キロ離れた山口県光市のね、自宅に、 強盗に入ろうとして。もたもたしてたんでしょうね。うん。挙動不審だったんでしょうね。路上でなんかごそごそしていた。そしたら通りがかった警察官に職務質問。で、持ってるもんから見て何やってんのっていうことで強盗に入ろうとしていました。バカでしょ。バカもうどういうことこれ。ね。 これ気になる量刑、強盗予備っていうのは2年半、二年以下の懲役なんですね。でもこれ一歩間違って敷地に入ってガラスで回っていれば強盗なんで、怪我してなくても、今の感覚だと、まあ、成人じゃ、成人であれば10年以下、10年ぐらい、怪我させたらもう20年っていうことなんで、あの、警察官に感謝すべきだよ、こいつら。まあ、でもこれらじゃ無理だと思います。やれなかったと思います。どっちにしたって、 ビビってどうにもできなかったんだけど、これ、おかしいです。もう、20日、日曜日です。8時、夜8時。ね。何してんだって。次の日学校だぞって。だけど、よくよく考えたら、学校休みの時やってるんで、ね。土日でやろうっていうことなのかな。そんなんで、いやー、もう、 これね、本当に私常々言っているんですけど、あの、今の高校生とかってまずいようん。あの、いろいろ調べていったり聞いたりすると、確かに私たちの頃に比べれば、不良学生も少なくて、そんな事件なんて子供たちを起こしてないけども、今の子供たちと、 私たちの時に喫煙飲酒のハードルが全然違うと思います。私たちの時は周りの大人も吸って、えー、喫煙に関しての、えー、条例だとか、規制ってなかったわけです。その時にタバコを気軽に吸うのと、これだけダメだよ、ダメだよ、買えないよって言ってても吸うっていう子たちっていうのは、犯罪傾向のハードルが上がってるんです。犯罪傾向が進んでるっていうふうに私は見てるんですね。 で、飲酒喫煙がハードドラッグの入り口だっていうふうに言ってたと思います。この子たちがタバコ吸ってるかに酒飲んでるか知りません。だけども、そういうようなところっていうのと、もう見てわかるのは、この子たちが貧困と親のしつけが行き届いてない。こんな離れたところに普通行けますか私がいくら中高生の時不良を少年であっても、 そんな離れたところまでは行けれなかったと思います。感覚的に。うん。一応親に言う。じゃあ誰と行くの一人で行くわけないじゃあ誰それくんと、じゃあ誰それくんの親子、親子、親に話するねって一緒に行くんならって。で、何々くんもいて、どこの駅に行ってどこ行くのっていう話をしないといけないです。ということはこの子たちは、 ねこんだけ離れて、ひょっとして隣にもなるかもしれないところに、親に何も話さないで、行けれる家庭だっていうことです。じゃなければ連絡が取れないときに、家での捜索願いが出てますかって千葉や茨城でっていう話です。出てないでしょ。だから、これはもうこの子たちも悪いけど、家庭の問題が大だと思います。 わかりませんよ。ひょっとしたら出てるのかもしれません。だけども、それならそれで、なぜこの子たちがそんなことになるようなことを気がつかなかったんですか全部が全部言うことはないと思います、子供たちが。でも、きちんと見てれば、様子がおかしいな、ぐらいはわかります。うん。ね。で、各、これ、先生たちを大慌てですよ、今。ね。それとも、学校に、 まともに言ってなかったら、もう学校としてはやりようがないですね。でも、本当に金曜日まで、ね、そのクラスに行ってるっていうことであれば、学年集会やら、学校集会開くなり、こういうようなことって学校としては対応しなきゃいけなくなっちゃいます。まあ、ただ、いや、偉いことだぞ。これどうするんだと。ね。まあ、言うように、こういうような子たちが、 いるっていうことは、他の学校でも、全国の学校でも同じようなことが起こりうるんだけども、教育現場では、無しうちとは関係ないねいろんなカリキュラムや、いろんな、ね今だったら何だかんだいろんな用事があるからそんなことを割いてまで、こういうことを学年集会、全校集会言うこともなく、何のこともなく終わっていくんです。ね で、この子たちは、間違いなく、少年装置です。はい。まあ、よっぽど、家庭裁判所。まあ、これで逆走になって、刑事,事、刑事裁判になるとは思えませんが、あの、手前なんで。でもこれ、侵入してガラスでも割ってたら大変なことですよ。まあ、帰って。 少年院で教育を受けて、まあ高校、高校卒業のね、検定も取れるんで、ね。まあ、本当にこれはね、山口県警のお巡りさんにね、感謝すべきですよ、これ、親御さんも本当に。これでよかった、もし。もし傷つけるなに、あの、何かしてたら、こんなんでは済まないんで。これが起こるっていうことです。簡単に、だから、バイトっていうことが私はいけないとは思いません。高校生のバイトが。 ね、社会経験になって社会出るときに役に立ちます。でも、バイトをせな、しなきゃいけない家庭状況。本当に、高校生のバイトが、これいいのか悪いのか。バイトっていうことが簡単に行くから闇バイトみたいなことになっちゃうのかもしれませんし、バイトをせざるを得ないような状況。社会経験を積むために、バイトっていうことにならいいんです。 貧困家庭であるがために、家庭を支えるためのバイトは私は良くないと思ってます。でも、それがね、どういうことかっていうと、話は飛躍するかもしれませんが、女の子は何とかなっちゃうわけですよね。すごく言いにくいこと言いますよ。女の子は何とかなっちゃいますよね。ねえ。 東横の問題、ドン横の問題、女の子はパパ活、売春、そういうようなことで何とかなっちゃいますよね。私がずっと思ってたのは、女の子は何とかなるよね。そういう形で手軽にお金を手に入れようと思ったら、じゃあ男の子はどうするんだ男の子も女の子も同じ16歳、17歳で一緒ですよね。じゃあ男の子はどうするんだもう、 違法薬物か、女の子を使って包持たせもう今は、それも難しいとなれば。でもそれができる子っていうのは、女の子だ、あるいは違法薬物、黙ってたらできないですよ。やっぱり違法薬物とかっていうのは、コミュニケーション能力がなければ、売ったり買ったりできないですよね、実は。はい。だから私が見ていく、えー、薬物班の人、大人でも、やっぱり、 社会性があるんですよ。こんな言い方でしたら <laughs> 申し訳ないですけど、人とのこの交わりはすごく上手です。お話も面白いし、きちんとこう、時系列で物事ができるから、A のもの、を B のもの、B のものに対価をつけて売るっていうことが、簡単だけど商売の原理原則が分かってるわけですよ。欲しい人のところに欲しいものを売りに行くうん。 ということです。それができるということです。もうそれが、あの、本能的にできる人です。でも、それもできない人っているわけですよね。科目であることが私は悪いとは言ってません。そういった方は、本来は、科目であるがために、え、真面目であるがためにやれる職業とかいくらでもあるわけです。だけども、なぜ、子供たちが犯罪を犯すかっていうと、 食につけないから、18歳にならないと、例えば女の子でも風俗業にしても、水商売にしても、その厳しい規定、子供は働かしちゃいけないよというのは、それは私正しいと思ってます。だけども、あまりにも厳しくて、そこに漏れてる働かざるを得ない子たちが働けないので18になるまで。だから、アンダーグラウンド、違法なことをして稼ぐしかないということです。で、やっと晴れて、 パパ活じゃん、援助交際、売春をしてる子たちが18になってやっと普通のお店に行く。なんか本末転倒なんだけど、これはどうすることもできません。じゃえ、昼替って男の子たちは、じゃそれまでずっと我慢しておくのか。そういうわけにいけませんよね。なので、こういうことをやらざるを得ない。で、結果、そういうことをやる子たちっていうのは、学力や社会性が低いと思います。私今回言ってるように、 どの分野でどう見てきても、国語力、読解力、人の言ってる話が聞けない子が多いと思います。まあ、こんなこと言っては申し訳ございませんが、大学生、大学生に至っても、90分の講義でちゃんと聞けるのは30分までです。集中力を見ていて。はい。うん。まあ、私はたまに話すので、面白おかしく、喋って、 あ見てるなやっぱり45分、60分してくると、やっぱり集中力が切れる。いや、体力がある、ないわけじゃないですよ。みんな。スポーツやってる子たちなんで。でも、スポーツをやってる体力がある子でも、集中して聞いてられるっていうのはやっぱ30分かな。 ね、ながらで聞いていけるのが90分。だから映画ってそれぐらいになってるんですね。120分だとなかなか難しい。それ以上になっちゃうと見てられないっていうことがあります。私なんか今なんて10分、5分なんて人の話聞いてられないですもん。人の YouTube10 分だったら見ないですもん。<laughs> 本当に。2、3分のやつなら見る、見ますけど見れないです。はい。ね。ね、まあ話は戻りますけど。 そのような子供たちが、基礎学力っていうのは私ものすごく劣化してると思います。もうね、今更本読めとか、やれ何とかとか言いませんよ。だけど、コミュニケーション少なくても人間である以上は、うん。お話ができない方たちもいるのでね、絶対とは言えませんけど、できるながら人と人の会話、これが手話でも何でもです。ね、言葉でできるなら言葉で。 ね。筆談でもいいです。これをきちんとやっていかないと、やっぱり自分の気持ちも伝わらないし、相手が言ってることもわからない。これがいいのか悪いのかもわからない。いわゆる語彙力っていうものがめ、ものすごく低下だ。語彙という言葉すつつらわからないと思います。簡単に言うと、日本の中では太陽、お日様、夕焼け、朝焼け、 これ、いくつも、一つの物体を通しても、いろんな言い方があるわけですよ。季節だとか、時間とか。見方によって。それが合意。簡単に言うとね。これ難しく言っちゃうとわからないけど、そういうことがあるので、この変換している言葉が、何と言っているのかわからない。地域によっても違います。ね。儲かりまっかって、ぼちぼちでんな。これ。場所によって違う。ね。 場所によっては、それが儲かってますよ、そこそこ。いや、あんまり良くない。だから、地域によっても、いあの、受け止め方が違う。そういうことが、わからないまま、わかった風にして、ゲームやアニメや漫画の中の用語だけでわかったように。でも、本当の言葉の意味は、これは何ですか私が、この業界に来て、不思議に思った言葉が案件。 案件っていうものは、本来はマイナスのことです。うん。良くないことに使われる言葉です。緊急事態案件とか。ところが、この SNS っていうかネット上では、それは仕事、お金。ね。ホワイト案件。おかしいです。ホワイトってなんだってある白い案件ってなんだ要はそれはブラック企業のことの逆の、 ホワイト案件。でも、この子たちはその言葉だけで、あ、これは白くていい仕事っていうふうに取るんだけど、本当はおかしいです。まともな人がお金をきちんと払おうとするときに、ホワイト案件っていうような起業家は一人もいないです。バカですから、それは。ね。アットホームな会社です。これもおかしいです。<laughs> 仕事がアットホームであっていいのかどうのかっていう <laughs>。 アットホームな会社です。ね。アットホームって何だって話なんですよね。だけども、なんか、アットホームな感じで、あ、優しくて親切にしてくれて働きやすいのは、こんなことありません。地獄ですよ、それはね。っていうことです。これがわからないっていうことです。そんなことを、えー、表で堂々と言ってくるようなところにって、ね。うん。そもそも、闇バイト、ネットアプリでそういうのがあったときに、そこの会社の所在地、 うん。投機。えー、概要。会社概要。見ないわな。ね。Google でその住所を入れたときに建物がない、田んぼの中、ほんのもおかしいじゃないですか。Google で出てこないような会社は会社じゃないので。はい。電話番号があるなら電話番号入れてみる。もう全部答えが出てくるんですよ。会社だったら株式会社何々、何しって言えば、当機。 全部出てくるんです。役員から。はい。それがないような会社はいくらいいことを言っててもダメです。うん。そういうことは習わないもんね。習わないから、そういった時に親が、ね、僕バイトしたいと思うんだけど。だから普通のバイトでいいですよマクドナルダだとかスキヤだとか、そういうところってわかってる。 ね。そういう会社でも <laughs>、いろいろ問題があって、バイト出るとか起こったり、いろいろあるぐらいなので、ね、もう、あるいは、そこの、ちっちゃなお店でも、人間関係がわかっている。その店主さんとか、ね。わかっている。家族を知ってる。それこそ、それがアットホームですよ。ね。そこの、ご家族や兄弟とか知ってる、じゃあ、和菓子屋さんでバイトだとか。そういうことならいいですよ。そのスーパーでって。それこそ、アットホームですね。 自分からアットホームの会社ですって言ってるのにアットホームはないんですね、うん。で、そんなような状態のことを見抜けない。で、普通だったら僕はこういうところにバイト行こうと思うんだって、親に言ってちょっと待ってねって、親がここはこうだよ、こういうふうだよ、こういう条件だよって、うん、いうことがね。うん、まあ。 アルバイトなんだけど、子供たちのアルバイトでも、これどうなんだろうこれから社会保険とかどうなるんだろうっていうのはありますけど、本来バイトでも、子供、これ、学生でも社会保険入れなきゃいけなくなるの本当はそういうことですよね。ねえ。ちょっとここ調べてないんだけど、これわかるでしょこ高校生のアルバイトでも社会保険入れるのかなだから、親の不要になってるから入れなくてもいいのかなうん。本当だったらもう社会保険入れていかなきゃいけない。 見習いとかっていうのを通らないんですよね。建設関係のまともな会社は見習いとかなくて、もう採用したらどんな形でも社会保険を福利厚生しないといけない。ねえ。まあ、その子供が、あのバイトでも、福利厚生はどうなってますかって聞けば、うっと思いますけど。<laughs> ね。うん。そうなんですよ。それが、だって、うーん。 あるか。例えばですよ。うん、建設作業系とか、片付け的なことだとか、えー、なんか、イベントの設営、片付けっていうことだと、どこどこの会場に行ってください。どこどこに行ってくださいっていうのがあるから、それと思って、ホワイト案件、えー、荷物運び、えー、見張りっていう風にして、そうか、見張りなんだ。うん。 ね、なんかボコボコにされてきた人、あのガムテープで縛られた人たちの見張りなんだなって思うかって話。大体いいコンビニで集まって、コンビニでそれを、そこでガムテープを買って、持ってきたハンマーで入るってもう、アホしかないだろうもん、これ。あの、サスペンスや推理小説とか、そういったものを一回でも読んだことがないのかな。名探偵コナン君見てるだろう。 そんなことはあり得ないのよ。しかも手袋もせずに。ね。指紋付き放題。ね。もうどうも言い逃れができないよ、これ。うーん。一生刑務所から出てこれません。ね。ただ、未成年であることが幸いで、ね。うん まあ、少年、一年から一年半ぐらい。まあ、間違いなく行くと思います。うん。だから、そういうふうにしとかないと。ね、これで火災で、20日ぐらいで出てこれちゃったったらどうしようもないんで、ね、家庭裁判所で。多分、親も、みんながみんなダメとは言いませんけど、こんなことになって。でもね、21歳2か、2歳か、横浜市川の、えー、殺人、親は、親と、祖父とも、 ね、家族です生活してて、それでもこういうことになっちゃう。うん。なんとも言えない、これ、うん。お父さんは罪を償ってほしいって言ってました。おじいさんは、ね、家族に迷惑がかかるなら、家族にね、あの、こんなやめたら、その闇バイトのところが、 あの家族に被害を、もうそんな他人さんも被害を加えるならこっちに来て欲しかった。ねもう遅いです。うん。お孫さんも息子さんも一生出てこれないか死刑です。そんな子じゃない。うん。そんな死刑になるような子ではないと私も思います。まともかまともじゃないかは知りません。うん。でも、ね。 死刑休憩が出るようなことをするような子ではなかったのが、たまたま自分が判断して、ね、良かれと思って税金の滞納、まあどれぐらいの金額かわからないけど、こんな税金の滞納の20代ぐらいでしたところで、いや、払わなきゃいけないですよ。犯罪をしなきゃいけないようなことじゃないです。役所に行ってきちんと話せば、役所の人分かってくれて、分納だとか、待ってくれるとか、こうした方がいいよってちゃんとやってくれますよ、今の、今時の。うん。 親やおじいさんに相談すれば方法があったんですよ。自分で何とかしようっていうのは、それはいいかもしれない結果、こんなことになって。ね。履歴書に貼る写真も用意して、切ってるってことは何枚か履歴書作ったんでしょう。ね。んで、結果が、こんなこと。ね。自分、おじいさんも一緒にいるんでしょおじいさんと同じぐらいの人間に手をかけて、ね。入ってって、殺してしまう。人ってなかなか死にませんよ。 そういうことができるんですねって。簡単に死なないんです。はい。それがやれてしまう。で、一回だけな、だけじゃなく、一回やったからもう断れないか、次。二件、三件。脅されて怖かったですってことはもう通らないです。はい。もう二件ともうなれば。だから、こういうことがあってはいけないんで、警察庁は、 そういうことがあった時点で警察に相談してくれれば守りますよと。家族もあなたも守りますよということを言ってます。このと、今回だけはここは信じた方がいいと思います。そういうアナウンスをしてます。そのアナウンスはこういう子たちには届かないと思います。まさか警察庁がね、SNS を通じてそんなこと言ってるとは思ってないし、何が言ってんだこれ。警察庁と警視庁の違いも分かってないと思います。ね。うん。それが分かってるんだったらこんなことしないです。うん。 人が言ってることの理解力もない、読解力もない、漢字が読めるとか読めないとかってことじゃなくて、本当にこれ、立ち返って、母国語の日本語をきちんと覚えると。ね。あの、理数系の専門の方たちのコメントもありました。理数系の人たちでも、元々の国語力がなければ、理数系の問題も解けませんって言ってるんですよ。やっぱり。元の基礎である国語力。 が、ない限り、何もうまくいきませんよ。その先に、そういったことらしいなので、やっぱり、ここは、どうであっても、いろんな教科を、英語だ、どうのこんな、英語結局みんな喋れないじゃないですか。喋 <laughs> れないよね。<laughs> どんだけやったって。喋れてませんよね、っていう話。はい。私の周りでも、英語喋れる人もいます。本当にネイティブで。その人たちでも、 英語って難しくて、専門になると、それは分からない。普通に日常会話も完璧にできるんだけど、それが法律、医学、建築って言ったらもう、言葉自体が違うんで、わからないって、それぐらい難しいんですところが、日本語ってすごくて、日本語の基礎力があれば、法律建設だとか、今言ったような専門用語も、なんとなくわかる。うん。 ここがすごいところだと思います。うん。だから、英語が喋れるのと、通訳するのと翻訳するのの能力は全く違うって言われてます。へえ、そうなんだ。喋れる人でも翻訳はできません。へえー。なるほどね。うん。そんな難しいことをやって会話もね、できない。まあ、その、文法はできるかもしれないけど、でもそんなことよりも、 だって、そういうことって、やりたい人は勝手にやるんだよ。もっと、ね、小学校の時に、きちんと国語、っていうことをした方がいいんじゃないか。聞く力。ラジオを聞くとか、ね、超駅太郎の YouTube を聞くとか、<laughs> ね、じゃ聞く力ですよ。映像画像がなくても、字幕がなくても、把握できるかっていうことです。 で、相手が聞きやすいように、相手が分かりやすいように喋るという訓練。ね。ここが必要じゃないかな。そういうところからじゃないと、この問題は解決しません。そして何度も言ってるように、そういうことがある上で、もうここはそんなこと言っても待てないので、人の命がなくなる、人の財産が奪われるので、警察はもう潜入捜査。ね。無免許証、警察作れますよね。ね。あの、公安委員会に行ってさ、 潜入捜査用の免許証、架空の作って、映画やドラマでありますね。ああいう風にするんですよ。ね。そんな見破れるわけない本物なんだもん。ね。で、そこで闇バイトにどんどん応募していくわけですよ。若い警察官、20代の。ね。どんどん行くんです。で、もう行く前に捕まえると。全部。行けると思えまで、 だけど、本当にやっちゃいけないので、本当にやっちゃいけない。本当にやっちゃえば、ひょっとしたら、これ上までたどり着けるかもしれないたどり着けないと思います。私はこれは、本当の一番上までは無理だと思います。中間の指示役までで、その指示役のさらに指示役っていうのは、多分繋がらないと思うんです。でも、そこを一網打尽というよりも、末端を崩す。もうコンビニで集合して入ろうと言ったときに、ただ、 これをもう強盗予備で全部ぶ,ぶち込んでいくそれを何件かやったらもさすがにやらないと思いますよ。まあ、侵入したところでやった方のが強盗が成立するので、ただ警察官としてはガラス割るところまでやれないと思うので、侵入したところで、はい、一網大臣という形にすればいいんだと思います。ねえ。民間人でやらすわけにもいかないし。いや、本当だったらこれさ、 詩人逮捕じゃなくてさ、本当に潜入してアプリでっていうね、人が出てくるかもしれません。でもそれダメですよ。それ本当にダメになっちゃうから、本当に。うん。それは。これは、あの、死人逮捕って、まあ、死人逮捕もダメなんだけど、まだ、まだなんとかっていうのがあったけど、もうこのアプリに応募して自分で行ってそこをっていうのは、これは完全にアウトになっちゃうんで、非常に危険なんで、 後になって自分はそのつもりだったって通らないですからね。うん。ここは気をつけていただきたいなというふうに思います。以上です。